経済同友会の前原専務理事、そして同友会の皆さん、今日はこのようなお時間をいただきまして本当にありがとうございます。私から概要説明ということなんですが、もう5年もやっておりまして、皆さん概要はもうほとんど完璧に存じ上げていただいているかと思いますけれども、今の新浪さんの元気のパワーのを今私もいただいて、このままこの力をあそこにいるアスリートに、バトンタッチしなきゃいけない、そういう気持ちでおります。で、先ほどの新浪さんの話にもございましたように、今私どもは2020年東京オリンピック・パラリンピックの招致をしているわけですけれども、私はその中でスポーツディレクターといいまして、その会場の承認を得るという、そういう仕事をやっておりまして、今これからはいろんな世界各地でそのロビー活動をするわけなんですけれども、ここ2年ぐらいですね、東京がオリンピックやるぞと言って手を挙げてくださった時から、このアスナビの活動もですね、ものすごく経済界、それから企業皆さんとこう密接になってきた、非常にうまく交流できるようになってきたような気がしております。これもオリンピック招致のレガシーじゃないかと思いますけれども、以前はもう少しこう離れた距離感があったんですが、最近はアスリートと、それから企業の皆様、それから経済界の皆様、いろんなところで接する機会がございまして、それが全て招致に関わっている、招致でどうやって何が何でも2020年東京にオリンピックとパラリンピックを持ってくるぞという思いが一つになって、そしてこの活動も非常に活発になってきた思いがしております。で、このますますこの思いを続けたいと思いますけれども、2020年企業の皆さんにもそのぜひともアスリートを雇用していただいて、この雇用していただいたアスリートを企業の中でどんどん活用していただいて、そして2020年、この選手たちは今回は冬のアスリートが多くて、ソチ、それからピョンチャンのオリンピックを目指しているわけなんですけれども、そのオリンピックに向けて自分たちの会社の中でのオリンピアンをまた応援するぞという、その夢を持って一緒に向かっていただけたらと思っております。先ほど その若いエネルギーを、新浪さんのエネルギーをまずは長森さんにお渡しして、そして、アスリートにお渡ししたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ここでですね、企業でですね、トップアスリートの方を支援していただく意味といいますか、メリットといいますか、単に支援をするだけではなくて、企業にとってどんなメリットがあるのかということを少し皆様方にもご理解をいただきたいと思っておりまして、昨年中部経済同友会でこのアスナビの説明会をさせていただいてですね、結果として選手の方を採用していただきました東海東京証券のですね、名古屋戦略部長の長森俊彦様を今日お迎えしておりますので、長森様よりですね、その企業にとってトップアスリートを採用することの意味といいますか、メリットといいますか、そういったものを少しご説明いただきたいと思います。それでは採用企業紹介ということで、長森様よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今ご紹介いただきました中部経済同友会東海東京証券の長森と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、先ほど新浪社長様からお話いろいろあったような形でですね、皆様アスリートナビゲーションのことはよくご存知だとは思うんですが、たまたま私ども2名採用で、特に夏の選手と冬の選手1名ずつ採用しているという企業はまだ私ども初めてだということなんで、何か参考になればというふうに考えております。で、先ほどご紹介いただきましたように私どもきっかけはですね、昨年の2月に中部経済同友会でこれと同じような同様の説明会を開催をいたしまして、でそれに私どもが参画をしたということでございます。それで、その時にですね、私どもちょっと今日時間の関係で会社概要の説明は省かせていただきますけども、いわゆる総合証券会社です。これまでスポーツですとかアスリートとはですね、特別関係があった企業ではございません。たまたま私ども社会貢献活動の一環として何かスポーツ振興のお役に立つことができないかと思っていた矢先でもあったものですから、非常に興味深く参加をさせていただきました。そしてですね、採用に至ったということでございます。私どもでですね、採用をいたしました夏の選手ですが、
近代五種 の黒須成美といいます。で、この説明会を受けた時にですね、まあ何か私どもでもそのアスリートの厳しい経済環境ですとか競技環境を聞いてですね、応援できないかということで、説明会終了後 JOC の方といろいろお話をさせていただきました。その中でですね、ちょっと決めた選手です。それで、私どもの経営陣としましてはですね、まず近代五種というその競技の面白さがございました。フェンシング、乗馬、水泳、射撃、ランニングの5種目、それをかつ1日でやるという、まあ、非常にユニークなスポーツだということと、それから面接をしまして、まあ、この彼女がですね、アスリート特有のこう爽やかさみたいなものがあってですね、これは非常に企業とってもですね、面白いんじゃないかなというようなことで、まあ、割と軽い気持ちでスタートした次第です。次、すいません、今からですね、新聞ですとか、それから後で少し映像が出ますが、各メディアの方にですね、インナーな席で営業目的でなければ出していいというご了解をいただいてますが、ちょっと諸事情ご検察の上ご理解をいただければと思います。まず6月の1日にですね、去年ですけども、私ども入社のですね、記者発表をさせていただきました。どこまで反響があるかなと思ったんですけど、一つは社内のですね、まあ、メッセージみたいなことも含めて、やらせていただいたんですけども、実は全国紙ほとんどの方にですね、来ていただきまして、これその一部です。これ弊社の社長で、クロス、それから興味の荒木田様ですね、こんな形でですね、非常にこう大きく大々的に、取り上げてもらってます。でこれ以外にですね、通信社の方々にも来ていただいたので、実はこの翌日にですね、北海道から九州までのかなりの新聞と、それからスポーツ紙すべてにですね、こういうような形で、大きく取り上げていただきました。次、これはですね、実は私も名古屋の会社でございまして、名古屋のテレビ局がですね、まあ、ロンドンオリンピックのちょうど時期だと、まあ、今回今年はソチですけれどもいうこともありましてですね、非常にこう興味を持っていただいて、夕方のニュースで全て取り上げていただきまして、大変大きな反響を呼んでおります。ここに書いてありますけども、ロンドン五輪の選手を支援で、アスリートナビゲーションとはというようなことでですね、特集番組まで作っていただきまして、まあ、これちょっと悪乗りでうちの会社の幕を作りましてですね、映していただいたというそういうシーンです。次で、それ以外にですね、まあ、これもそういうシーズンだったということなんでしょうけども、全国ネットでですね、情熱大陸さんですとかですね、これニュースゼロで、これ弊社 の CEO です。それからアスリートの夢を支える食卓でクロスの練習風景とかいうことでですね、非常に大きな取り上げ方をしていただいています。それでは次にですね、まあ、企業とそれからアスリートナビゲーションの関係が非常に分かりやすくまとめていただいた映像があります。日本テレビさんのニュースゼロですが、これもですね、あくまでもそのインナーの中で営業目的ではないということでご了解をいただいてますので、ちょっと2分程度ですのでご覧いただきます。黒須選手を支えたものは何だったのか取材しました。桐谷美玲です。黒須です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。日本人の女子選手として初めてオリンピックの近代五種代表に選ばれた黒須成美選手、20歳。近代五種とはフェンシング、水泳、馬術、ランニング、射撃という5つの種目を1人で行い得点を争う競技です。オリンピック出場を勝ち取ったものの、競技を続けるための資金不足に悩んできました。近代五種ってやっぱりお金がかかるものなんですか？日本ではメジャーな競技ではないので、その試合って言ってもやっぱり海外の試合がすごく多くなってしまうんですね。でそうすると海外遠征のお金だったりとかでかかってしまうので、年間300-400万円くらいかかってしまいます。
そういう部分で全て両親に助けてもらってました。近代五種でロンドンオリンピックに出場する黒須成美選手、資金不足に加え震災で練習場を失った黒須選手を救ったのがアスナビでした。アスナビとはアスリート就職支援ナビゲーションの略。 JOC は資金不足に悩むアスリートに就職先を紹介、企業には選手を紹介します。選手が就職によって収入を確保し競技に打ち込めるよう支援する取り組みです。クロス選手もアスナビを利用し、先月証券会社への就職が決まりました。クロス選手を採用した企業は、近代五種、日本の中では女子で初めてオリンピックに出る、非常にこの若い社員が多いですので、そのパイオニア精神というのか、チャレンジ精神というのか、非常に憧れを持ってるんで、今回の黒さんの医者していただいたのは、まあよかった、こういうふうに思ってますけど。実際就職してみて変わったことってありますか？今までこの金銭的なもので、すごく不安な気持ちで競技やっていたんですけど、本当にバックアップしていただけることで、これから結果を残していく上で、もうすごく最高な環境になったなと思います。スライドに次ですね、はい、これで次ちょっと社内での盛り上がりについて少し触れます。これはですね、黒さんが入って、うちで応援用のポスターを作って、全支店全部で掲示してます。で、社内全員一丸となって黒さんを応援しようという、これロンドンオリンピックの直前ですけど、それからこれはですね、社内ネットで、クロスさんを採用して、クロスさんがですね、いろいろ社会貢献活動を手伝ってもらってまして、それのですね、シーンです。これは確か地元の警察署の一日署長ですね。で、こんなことも同じ会社の仲間がやってるっていう喜びを会社で感じています。次を。で、これが先ほどの壮行会の記念撮影のシーンと、これクロスさんとの交流の場面です。で、先ほど黒岩さんの方からもお話ありましたけど、やっぱり社員がですね、すごく喜ぶんですよね、トップアスリートの話を聞く。営業でものすごいこう苦労してるわけですけれど、彼女もそれはそのオリンピック出るためにものすごい苦労したわけで、そういう意味でそのトップアスリートのですね、最後の頑張りみたいなことで、これはですね、営業にも十分活かせるんじゃないかというようなことで、こういった交流は大変評判がよく今も続けています。次、これロンドンオリンピックの応援です。15名ぐらいで、これうちの会社のですね、揃いの発表を着て、みんなで応援に行きました。で、これはですね、先ほどちょっと映像でも出ましたけど、頑張れクロスさん、応援機作りまして、わーっと書いてありますけど、全部で、100ぐらいのですね、支店と各本部の部ですね、そこで応援メッセージを書いたものを渡しています。次、でこれはそういったことで大変社内が盛り上がってまして、で今黒須さんは競技に専念をしてもらうと同時に、先ほど言いました社会貢献活動を当社を代表してやってもらってます。これはJOC ふれあい事業でオリンピックについて、ちょっと説明をしているシーンです。こんなことでですね、夏の黒須選手を採用して大変盛り上がったんですけど、先ほども話が中出てましたけど、近代五種って日本じゃ メジャーではないので、実は今年に入ってワールドカップって3回あったんですけど、多分どなたもご存じないと思うんですよね。で、やっぱりそれはバレーボールだとかサッカーと違うところがありましてですね、クロスさんを次のリオデジャネイロのオリンピックまでは頑張ろう、盛り上げようというふうにはしてるんですけど、競技のやっぱりこうちょっと紹介みたいなのがない部分があって、どうしようと思っているところに、ちょうどですね、JOC の方から、冬のソチオリンピックの有力候補選手を応援してもらえないだろうかという相談がありました。次、それで、私ども2人目のアスリートを採用したのが、スケートショートトラックの、桜井美和さんです。で、ショートトラックの宣伝をするようにというふうに先ほどちょっと言われたので、表情のですね、競輪と言われる大変面白いスポーツ で彼女自身もですね、立派なアスリートですし、競技の面白さみたいなことから、採用を決めました。次、これはですね、
入社式の様子です。彼女はちょうど大学をこの3月に卒業していますので、4月のですね、私どもの入社を新入社員の入社式ということで合わせて入社をしてもらってます。でこれはその時の様子なんですけど、クロスさんに勝るとも劣らないテレビ局の方ですとか、それから新聞社の方がですね、多くお見えいただいて、取り上げていただいてます。次でこれがですね、入社式の様子です。でこれ入社式をですね、テレビ局の方が皆さん撮っていただいてるんですね。でこれなんか桜井さんで、この子うちの新入社員なんですけど、なんでこんなにカメラが来て自分が撮られてるのかっていうのを知らずにですね、びっくりして、私そんなに綺麗かしらみたいな話で勝手にこう盛り上がったんですけど、まあ実はサプライズでこの日まで言わなかったです、桜井さんが入社するということで。この場で、桜井さんが入社するんだよって言って、大変盛り上がったというシーンです。でこれがですね、入社式の後の懇親会のですね、模様です。まあこれも先ほどのあれと一緒で、もうみんなすごく喜んでですね、交流している。しかも今回はですね、同期入社ということなので、大変大いに盛り上がっているシーンです。じゃあ1分少々ですけど、これもですね、夕方のニュースで大々的に伝えられました。一方、中村区のミッドランドスクエアでは東海東京証券の入社式が行われ、2010年のバンクーバーオリンピックに出場したスピードスケートショートトラックの桜井美羽選手が出席しました。大阪府堺市出身の桜井選手は早稲田大学をこの春卒業。先月ハンガリーで行われた世界選手権では女子 3000m リレーで銅メダルを獲得するなど将来が期待されています。愛知県がスケート競技が盛んなこともあり、東海東京証券への就職を決めました。これからも社会人としての自覚を持ち、ソチオリンピックに向けて競技に集中していきたいと思います。今後は長野に拠点を置き、今年9月と12月に行われるソチオリンピックの選考会に向けて練習に専念するということです。メディアに、取り上げていただくということがですね、目的ではもちろんないんですけれど、そうは言ってもこういうシーンをですね、社員が見ることによって一体感の醸成というか、大変喜んでくれているというのは実態です。じゃあ次、すいません、最後ですけど、クロス選手の話少し触れますとですね、ロンドン五輪での、成績はですね、36選手中34位で、あとの2選手は棄権をしてしまったので、実質的にはビリです。でただしですね、ロンドン五輪の最終種目だったんですね、女子の近代五種というのは。したがってロンドン五輪の最後を飾るゴールということで、これもですね、いろんなメディアの方が非常にこう感動的にですね、取り上げていただきました。次でこれ最後オチですけど、翌日のですね、ニューヨークタイムズの、一面ほとんど使って、クロスさんの最後のゴールの記事です。大変感動的な記事で、ロンドンオリンピックの最後の種目はですね、大きな歓声に包まれたというようなことで締めくくられています。当然その時にはもうメダリストが決まってるわけなんですが、最後のゴールですので。ただですね、その他の2人の選手が落馬して、同じように落馬したクロスさんは、棄権をしないでですね、最後ゴールをしたということで、そのメダルを取ることだけがオリンピックの目的では決してなくて、勝者もそれから、メダルを取らなかった人もですね、同様に、賞賛の拍手を受ける権利はあるし、そういうことを喜びとしてみんなで分かち合えるというようなことで、終わっています。私以上でございますけども、随分こうメディアの方に取り上げていただいたということを中心に話をしてますが、社内でのですね、盛り上がりというのは大変なものがありまして、もしですね、アスリートナビゲーション採用をお考えの企業の方がおられればですね、ぜひその辺のことをご検討の一つにされたらいかがかなと思っております。以上です。